はい、ヒルビール放送局今日のアウトプット今日もまあ、こねと一緒にダイエットの勉強をしていきましょうで現在は第6章会社とリバウンドの基礎知識についてみんなで一緒に学んでいますこのポッドキャストでは日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している、まあこね、こまこねこと小川誠が、えっと、皆さんと一緒にねアウトプットしながら、えっと、ダイエットの勉強をしているっていうものです まあこれまでね勉強してきたテキストをも、えー、とに皆さんに今までやってきた内容をシェアしていくっていうのがこの、えー、とテキストポッドキャストの目的なんですがそこにはアウトプットの重要性をちょっと触れたいなと思ってちょっと書いてみましたまあね多くの方がアウトプットの重要性なんて今 こ今更って感じですけども、アウトプットっていう言葉自体がちょっとビジネス用語みたいなので、えっ、ー、とまあ知らない人もいるかもしれないと思ってちょっと触れます。アウトプットっていうのは一度覚えたことを他人に話したりすることで自分の中であと曖昧になっていることをしっかり明確にし、自分の心の中にしっかり定着させるという、えっ、ー、と技術的な ものです。で、えっ、ー、と、私はアウトプットが大好きで <laughs>、自分で学んだことを人に喋っちゃうのがものすごい大好きなので、えっ、ー、と、今回もアウトプットを利用して、えっ、ー、と、ダイエット限定に向けて勉強をしてるっていう感じです。で、まあ、私の勉強とともに皆さんも勉強になればいいなと思って、まあ、お互いウィンウィンの関係になるような、えっ、ー、と、ポッドキャストになればいいと思ってます。そんなわけでですね、 このテキストは、えっ、ー、と、各章ごとにいくつかの項目になってて、項目ごとに、えっ、ー、と、問題があります。なので、今日の問題はという感じで、今日も進めていきます。で、今日の問題はというと、友達の結婚式まで,まであと1週間。1回だから何が何でも5キロ痩せよう。これって本当に良い機会イエスか、ノーか。うーん、あり得そうなパターンですね。<laughs> 友達の結婚式まであと1週間。 一回だから、うん、何が何でも5キロ。いや、5キロは頑張りすぎでしょう。あの、何章だったかちょっと忘れちゃったんですけども、最初の方に、えっと、1ヶ月で落としていい体重の目安というものがあります。はい。だいたい体重の0.0、ん体重の5%って言われてます。なんで、100キロの私だったら、だいたい5キロ。スキンに落としていいのは5キロ。 まあ、先月は5キロ落とせたんですけど、まあ、今月はどうなることやら。<laughs> そう。そんな、あの、100キロある私が5キロ、1ヶ月で5キロっていうところを1週間で5キロっていうのは、まあ、ちょっとやばすぎる設定ですよね。<laughs> まあ、これが、あの、えっ、ー、と、いいことかどうかっていうことは、ちょっとこれから勉強していきましょう。で、今日の、えっ、ー、と、テーマはこちら。リバウンドの基礎知識。<laughs> リバウンドの基礎。 で、これはね、えー、っと、ここには書いてないんですけども、1,2,3と3日間続きます。第1回目は、セットポイントについてです。はい。セットポイントっていう言葉は、まあね、私の16時間短縮の反省会を聞いてる方ですと、なんかよく聞くよね、なんて感じで、あの、思われる方もいるかもしれませんが、あんまりね、もしかしたら知らない方の方が多い言葉じゃないのかなーんて思っています。 そのあけで設定、セットポイントのお話をしていきたいと思いますが。まあね、あのー、先ほどの、一週間で5キロって言ったらもう根性論じゃないですか。<laughs> 何が何でもとか言ってもう根性論なんですけども。まあ根性論だけでは、えっと、ダイエットはどうにもなりません。はい。ダイエットに一番必要なのはおそらく正しい知識です。はい。 で、まあ、体や脳のメカニズムが、あの、そもそもセットポイントに支配されてるんですね。ではそのセットポイントって何かについてお話していきます。セットポイントっていうのは、長期間維持された体重の値を脳がね、連動させ、記憶させる仕組みなんです。なので、まあ、あの、私を例に例えると、 長らく私は、あの、えっと、いくら体重落としても、ほっとくと、113キロぐらいまで戻る体でした。はい。で、まあ、あの、過去にね、えっと、9、80キロぐらいまで落としたことあるんです。今からまだ20キロ先ですよね。<laughs> でも、ほっとくと、徐々に徐々に、えっと、戻って戻って戻って,て113キロぐらいになると。 で、まあ113キロぐらいになると、私の心がもうね、いや、なんとかしなきゃっていうふうに思ってきて、ダイエットをまた始めて、で、また落として、やめちゃうと、また113キロまで戻るということで、まあ、大きな意味では私のセットポイントってのは113キロ付近なんですね。そう。まあそっから先ね、もっと太,太ったとしても、いつの間にか113キロぐらいまで戻ってるんです。 はい。まあ、それがセットポイントっていうものなんですが、まあ、今現在、もっと短いスパンで考えると、今現在私のセットポイントは、おそらく102キロ、102.05キロだと思いますね。はい。ここ前後を、あの、ここ数日行ったり来たりしてます。はい。まだ残念ながら、この収録をしてる段階では、100キロは届かない。うん。一回百 100, 100キロまで、あと0.4キロぐらいまで行ったんですけどね。 そう、そこからちょっとまた戻っちゃって、まあ、あの、セットポイントのこの呪縛に、まだまだ <laughs>、振り回されてって感じなんですが、このセットポイント、短期間で体重をげ、ね、あの短、短期間で体重をね、増減させるとどうなるかというと、結構恐ろしいんですよ。短期間で体重が増減すると、 実は、先ほど、今何回か私を例に例えた通りに、えっと、自動的にセットポイントに体重が戻ってしまいます。そして、体重の増減が急なら、急だ、急な急なほど、さらに大きな問題があります。体重の増減が急なほどね、反動で元に戻る作用も強い。つまり、あの、私、今現在もそうだと思うんですけど、私、まあ、えっと、この3ヶ月で、 1 4キロ、1 5キロぐらい体重を折ってるんですけども、今ここでやめると、あっという間に、あっという間に、1 1 3キロに戻りますよ。はい。これがセットポイントの怖さなんですよ。そして、急激に体重を落とすことの危険さなんですよね。なので、まあ、ダイエットは本当計画的に、 本当に時間をかけてやってこそ、本当の健康と、えっと、素晴らしい未来を手に入れる、手に入れる、でき手に入れることができるものなんです。なので、戦前や広告なんかに、あの、振り回されないように、ゆっくりとしたペースでダイエットをしていくっていうことを心がけるようにしてください。そして、急激なダイエットの NG はまだこれだけじゃないんですね。急激なダイエットをね、 続けけるるとダ、まあ、ダイイエエッットト後に、ね、体重が長期維持する、まああの <laughs> えっと、急激ななは NG なんだけどじゃあどうすればいいかというと、まあ先ほども言ってた通りに、えっとセットポイントをね、徐々に徐々に下げていくしかないんです。はい。私みたいにもう大きいセットポイントが1 1 3キロっていうのを、私も徐々に徐々に下げながら小さいセットポイントが今1 0 2 キロぐらいなんだっていうことなんですね。なのであのちょっとずつちょっとずつセットポイントを下げながら長期的にえっとダイエットを続けていくっていうことが大事です。はい。じゃあ今日の問題を振り返りましょう。友達の結婚式まであと1週間、1回だから何が何でも5キロ痩せよう。これって本当に良い機会？イエスかノーか。もちろんノーです。はい。 こんな一週間で5キロなんてもうあの、うんと、普通じゃないぐらいの落ち方ですよね。まあ、折ったとしても、あの、5キロ分水分が抜けたって方が正しいんじゃないですかね。ここまで来ると。うん。なので、皆さんもそういうダイエットはしないようにしてください。そんなわけで今日のテキストはここまでなんですが、明日のテキストはというと、あ明日の問題はというと、リバウンドのパート2になりますね。運動が嫌い。食事制限だけでも痩せるのは、 運動、痩せあ、ごめんなさいね。運動は嫌い。食事制限だけでも痩せるので、運動はしない、イエスか、ノーか。まあ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 ま、あそうですね。今、あの、えっと、YouTube 上でたくさんこういう情報流れてますね。あの、レモン水を飲むだけで何キロ痩せたとか、そう、えっと と成長剤とリンゴジリンゴ酢を飲むだけで何キロ痩せたとかまあそういう情報いいたくさんありますけどじゃそれが果たしていいか悪いかということですねさあ皆さんどうでしょう今日もこれで終わりになりますこのポッドキャストは全100回シリーズでまだ30本目なのでまだまだ三分の一にもいかないところなんですが今日も明日も明後日もお昼の12時に あの配信開始になります。ぜひあの明日もまたご覧ください。今日もまあこねでした。またね。バイバイ。